ダーン、トントダーン、トンダーン、出来上がり。トンダーン、できた。トントダーン、まさに子供たちと船を作って遊びに行こうとしてたんですね。さあ、じゃあ何か船を作る時の歌を作ろうと思って即興で作ったのが今歌わせていただいたトントントーン、タンタンタン、タン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 、トントーン。こんな船作りソングを作ってしまいました。さあ皆さん、ここからが本題です。子供たちと遊びを作っていく時に何かを作る場面、劇遊びやごっこ遊び、表現遊びするとき、いろんなときに出てきますよね。ぜひ今日ご紹介したこの船遊びソングのてん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 、このリズムとメロディーを使って遊んでいただけたらなと思います。めちゃめちゃおすすめです。じゃあ今日は何作る？この間船作ったもんね。いいね。じゃあ今日はカレーライス作ろうか。料理でも構いません。タンタンタン、タンタンタン、タン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 、トントントン、タンタンタン、タンタンタン、タン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 、トントントン。じゃがいもに、人参、牛肉、カレーに入れる具材を子供たちと作る工程を遊んでみてもいいですよね。お肉入れて、ドッポン。お肉入れて、ドッポン。いいですよね。じゃがいも入れて、ジャッポン。じゃがいも入れて、ジャッポン。タンタンタン、カレーを作ろうよ。おー！でも構いません。イメージ広がってきましたか？食べ物を作ってもいいし、物を作ってもいいし、乗り物を作っても構いません。皆さんがそれぞれの子供たちと過ごす遊びの時間の中で、子供たちが作りたいものを聞き取りして、今のメロディーに当てはめて、何かを作るオリジナルの遊び歌にして遊んでいただけたらなと思います。遊び方は無限大。メロディーに当てはめるだけ、ぜひ皆さん遊んでみてください。タンタンタン、何かを作ろうよ。何ができるかな。それではまた。